お気をつけください。選手の周り広く開けてください。危険です。お下がりください。選手から離れてください。危険です。お下がりください。選手に近づくと大変。危険です。お下がりください。選手から離れてください。広く開けてください。危険です。お下がりください。試合時間10分経過、残り試合時間5分。12分59秒、勝者トーラン・ナツコ。ただいまの試合、12分59秒、トーラン・ナツコ選手のフォール勝ち。従いまして、トーラン・ナツコ選手、勝ち点6点となります。
ごつらいが強いなんてのはもう一昔前の話だね。強くて守ってもらえていい？私に負けたのに人のこと守れんの？うるせえうるせえ。ああ、なんだ、首里ってこんなもんかよ。首里突破したらレッドスター余裕だと思ってたのに、首里が余裕だ。ああ、お前ら、うちはな、次やろ。だがもう用はねえんだよ、君たちには。おい、大阪のビッグマッチで大好きなスターライトキッドの生き口がある。きっと見てればお前は今どうやって私に勝つ、お前死にかけたことあるか、こういう下に勝負しない人になるから楽しみにしている。大阪、お前がどうやって暴れ回ってくれるのかをね。シュリとファイブスターでシングルしたのは、そうだな、怪我する1年前か4年前ぐらい。あの時はバズソーキック一発で負けたんだよ。今日あいつ私を殺したバズを出そうとした。でもやっぱ4年はちげえよ。考えなくても体が動くんだよ。あいつのことは完全にぶっ倒したと言っても過言ではない。今やシュリ率いるゴッツアイなんてもんはとっても弱い雑魚になり下がった。まあ特大の雑魚が一匹入ったからしょうがねえんだけど、まあ次はさっきリングでも言った通り8月ビッグマッチでキッドとやっと一騎打ちできる。あいつも楽しみにしたし私も楽しみにしてた。これからも大江戸隊はどん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 勢力拡大するんだよ。弱いやつが一匹抜けたからっていつまでもヘラヘラ落ち込んでる大江戸隊じゃねえよ。いや落ち込んでねえしな。きっといろいろ考えてこいよ。ああ宇宙一きらめくスターダムの広島ビッグマッチ、スタバースプレゼンツ5スタースペシャル in 広島サポーテッドバイソフトバンク、9月3日広島サンプラザホール。女神たちの激闘を見逃すな。スターダムで夢のタッグが実現、9月10日横浜武道館ドリームタッグフェスティバル2023。ファン投票で決まったドリームタッグ、一夜限りの異空間、全力で味わい尽くせ。スターダムが佐賀県に初上陸、9月17日佐賀市立諸富文化体育館ハートフル。宇宙一きらめくスターダムを生観戦できる千載一遇のチャンス、絶対に絶対にお見逃しなく。月額920円でスターダムが見放題、公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。